曲名、フェリシタスは、幸福、喜びを表すラテン語から取りました。曲は、ファンファーレによる序奏、1の1小節前からサキサフォンに奏されるテーマ及びテーマの確保、3以降10の6小節目までのテーマの展開、それ以降のコーダの4つの部分からなります。アフタクトで始まるファンファーレは、悠々しく、かつ重厚な響きで奏してください。特に、ベースラインを受け持つパートとそれ以外のパートのバランスに注意してください。サキソフォン及びトランペットに委ねられるテーマの部分は、甘くかつ物悲しい情感を込めて奏してください。ただし、旋律は歌いすぎないように、テンポが遅れないようにお願いします。3からは曲奏が一転し、9間9の3部からなる展開部へと入ります。展開部はテーマがいろんな形で出てきますから、各奏者は研究を要します。練習番号7の1小節目から始まるフガートは、各声部の入りを明確にバランスよくお願いします。9の6小節目の金管群は冒頭のファンファーレを意識して吹いてください。10の3小節目の4拍目は少し手ぬると気味に奏してください。コーダ11の2小節目からは特に金管群が主導権を握って華々しくこの曲を締めてください。